日本代表は10日、キリンチャレンジカップ2014、新潟、デンカビックスワンスタジアムでジャマイカと対戦し、1対0で勝利、ハビエル・アギーレ監督のもと、初勝利を挙げた。以下、試合後の本田圭佑、ミラン、イタリアのコメント、本田圭佑コメント、メンバーも変わって、香川、シンジも入ってきて、あそこでしっかりと起点になれるんで。 周りは安心して懐に入っていけるそこからのいい形が得点にはつながらなかったけど何本かいい形があった本田選手と香川選手長友選手のトライアングルで攻撃が活性化した部分もあったがずっとやってはいるしお互いのことを分かっているという意味では安心してボールを預けられる部分があるしとにかく次に向けていい準備をしたいなと思うミランと日本代表はどちらも4。 3, 3で戦っているがそのシステムのメリットとデメリットはそれを話すと長くはなるけどまず中盤の3枚が逆三角形になっているという意味では攻撃陣ボランチの1枚が人数1人多くしてボールポゼッションできるところはメリットとしてあるそれを活かしきれてはまだないけど本当に強いチームというのはこのシステムでやった場合後ろをゆっくり回す。 それでできるだけ多くのチャンスをクリエイトするという感じじゃないかなと思う。